こんばんは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE のお友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。今日も一言あります。ではですね、今日は、実は嫌われてしまうひもてくんの勘違いアイテムというお話をさせていただきたいと思います。でまあ、これね、年齢によっても変わってくるんですけれども、婚活をね対象にしている、例えば20代後半から、20代後半以上、分かりやすく言うと30代以上の人はやって、アイテム、このアイテムを持たない方がいいっていうのがあるんですね。これも本当にね、再三言ってるんですけど、まだやってる人がいるので、見かけたので言おうかなと思いました。それは一体何かというと、もうアクセサリーはやめましょうね。ネックレスとか、指輪とか、若い頃はねかっこよかったりとかするんだけれども、30過ぎてからね、アクセサリーとかつけてる人ってなんかはって思われることの方が多いです。なので、若いうちにもしアクセサリーとか好きな男の子がいたら、若いうちにたくさんつけて、で30代だったらやめるか、30代になったら男性同士の時以外はつけないようにするっていう風にしていかないと、女性から何あの人チャラいとか、なんかなんでネックレスつけてんのみたいな風に思われてしまう時がありますので、頭に入れておいてください。ではですね、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達を募集してます。 YouTubeでは話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ LINE、 そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。では今日の質問なんですけれども、血液型を教えてください。はい、血液型楽ちんだな、 A 型ですあんまり A 型って思われないですね。なんか結構大雑把なので、結構かなり大雑把なので、 O 型っぽい A 型って言われます。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日